もうマジで私も無理だよ。いやでもなんか今までの感じも織田信さんが白ってメットは結構行動してて思ってるから、モレリアちゃんかなと思います。これは仕方ない、これは仕方ない。いや無理無理、すいません、これは仕方ない、えマジで無理、いやすいません、本当心が痛い、すいません、いや無理無理、いやちょっとドキが無念ですって感じで申し訳ございません。お前を殺せばよかった。心のゲームだからこれ。いやー、ありがとうございます。わかった、バチャ行く。本当にうまい。追いかけますよ、一生。怖やばいやばい。イエーイ。あ、はい、川瀬さんだ、川瀬さんだ、あ、川瀬さんじゃ死んでるわ、ごめんなさい、死んだね、間違えた、ちょっと、中野さんが目の前でバクッやばやば、俺さんやべえ、の名前教えてくれ、殺した人の名前を叫んじゃったわ、間違えて。中野さんどうしたの、なんかじゃあ、ああいう方の名前前半の死んでいただいても、うん、過ぎてちょっと誰っちさんでしょ、中野っちです。はい、すいませんでした、頑張ってください、もう一人の人狼さん、申し訳ない。誰殺そうとしたの、ちなみに普通に川瀬さん一人入ってきたから、あ、もうお手上げ、はい、すいません。大トロールしましたね。いや、ほんと申し訳ないっすわ。大トロールしましたね。辛いな、もう一人。びっくりした、ほんとに。うん。あんま着ないで突っ込んできたもん。そうっす、そうっす。そしたら曲がめっちゃ来た。一人落としたけど、結局あんまなかったらやられてった。いやー、おたのぶダメじゃん、食べたら。いや、ダメじゃん、食ったら。笑って余裕を見せてよ、りかくん。いや、かわいそう、エリアちゃん。俺、おたのぶに入れたわ。私はでも、おるかさんの後ろに私は行ったんだけど、織田信がその前にいた。ワイピョン、織田信がその前にいたよ。で、織田信がやってた、血しぶきが出てた、ちょうど。は？ね、おるかさんね。織田信はダメだよ、食べた。これは、ちなみに織田信です。え？ねえ、おるかさんね。そうだよね。本当に？うん。どこでどうなったの？あ、ね、アグミンで、あの、直すところで、織田信が殺した。いや、まあまあ織田信で終わるけど、まあウルカさんとここ2人強れば終わりだから、ロラだけど、まあ織田信さんからでいいんじゃないか。いや、私がやった、私がやった。じゃあ、乱太郎入れ、あ、そうだ、俺に入れろ。え、怖いな。いや、私がやった。ちなみに本当は中野っちさん白で、俺と乱太郎、俺メットさんを殺そうとずっと狙ってたんだけど、まあそれもあるわ、殺せんかった、わかんなくなってきた。え、何やんのこれ。まず、ランタロは狂人ね。とりあえず聞こえてて、ランタロは狂人です。わけわかんない。アドミンでちょっと人見ようかなと思って、て走ってて、ウルカちゃんがちょうどレリアちゃんを食ってたとこみたいな。ウルカちゃんがピュピュピュって動いた後に通報ボタンを押してて。ウルカさんは真っ白だよ。白いよ。本当に白い。手が白いよ。本当見てみて。見て。見ました。ウルカさんやった？やってない、やってない。織田信さんが食ったのを通報した。ワイピョンに入れちゃったよ、もう。だって織田信なのよ。
渡辺だってランちゃんはここでつぶバイバイ。いやーマジかかわいそう。これタスクじゃなくていいよね。もうそうっすね。俺見てこれ、いいかもしれない。俺見とこ、これちょっとウルカちゃん、ウルカちゃん頑張れ頑張れ。俺見とか、俺ウルカさんの動画を見とか。これ多分どこでやっても多分疑われない。ウルカさん多分目の前で殺しても多分疑われない。強すぎる。ウルカさんの動向見よう。見たいね。これはやばい。これは。なんでメドさん知らん。メドさん気づいてない。面白すぎる。わかんない。今どこ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 。あ、くた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 。あのカフェテリアで食ったの。カフェテリアで食った。あ、本当だ。メトさん気づいて。メトさん。メトさん。なんで下に行った。なんで下に行った。ちょっと待って。いやこれリアクターでもバレるでしょこれ下に。嘘やろ。バレてない。バレてない。もうみんなどうしたんこれ。もうゲーム狂ってるこれ。どうするの。もう分かってんだなこれ。ええ、カフェテリアでトンボさん死んでました。めっちゃ見てない。ちなみに左のリアクターでランちゃんも死んでました。スミレちゃんおらんくね。え、スミレエレクトリカル行ったの誰、うん、スミレは今リアクターにいるよ。あ、エレクトリカル行ったかも。一回行ったよね。うん、うちスミレちゃんとしか会ってない。わかんないんだけどこれ何なの。あのね、たぶん今幽霊がめっちゃ笑うと思う。この辺り残すのずるい。この二人残すのずるくない？どの二人なの？え、待って、何なんのこれ？え、何が面白い？多分、お母さん、大丈夫ですか？わかんない。でも、メトが…え、お母さんだ、絶対に。リアクター解除した時に、ランちゃんの死体がメトの目の前にあったからメトかも。何言ってるの？ランちゃんが死んでるの見て通報しなかったから私かもしれない。え、本当に何？え、待って、本当に何？メトとスミレちゃん、頭おかしいってこと？やばい、サーモンガス。スミレだって鬼。大丈夫、どうしたの？大丈夫だよ、知らない。スミレだって。いや、絶対違うよ。ずっとよ。え、じゃあ、うちもう一回会議遅く。あれ？え？何してんの？何してんの？うちもう一回会議遅く。メトさんとね、私かもしれないが、多分ね、スミちゃんどっち側にしたいんだと思う。違う違う、あのね、あの二人のヤバいところを作りたいんだと思う。やれ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 、メト、メト路線が見たい。もう、終わろう。え、メトはどっちが殺したの。ちょっと咳払いしてるし。そうだね、そうだよ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 ね。うん、いや、いや、そうだよ。スミレ？あ、でも、そうでしょ。いや、うち分かる。なんでうちがウルカさんって言ったかというと、スミレはあのギリギリまでカフェテリアにおったから、だから、だからウルカさん、うち自分を信じるよ。ウルカさんに入れた。え、何なの？笑いすぎて苦しい。ずっと笑ってるやん。喋んない、喋んないんだもん、だって。いや、ナイス。ナイス。いや、もうや。ナイス。よくやった。よく見つけた。
マコさんが分かんなかった。よく分かんなかった。ミエさんの方と思ったわ。なんでしょう。コナン君だった後さ、さすがもうコナン君だった今。マジでワッチャすごかった。全員が自分を疑い始めた中で他人を疑えた。この配信で多分ワットさんのファ1000人ぐらい増えたよこれ。めっちゃ好きになった。めっちゃ増えた今のでも。自分が何してるか分かんない。どうぞ。一人だけガチな感じが面白い。マジで神試合だったわ。ああ。いや、本当に神試合だった。本当、初めダンダダの言ってることあんま分かんなかったけど、だんだん分かってきたもん。